どうもどうもどうも、皆さんこんにちは、クーです。はい、今日はですね、以前もお話させていただいたんですけども、ジャニーズデビュー組各グループの平均身長をランキング形式で発表していきたいなって思います。こちらの動画はですね、ちょっと続きになるので、まだパート1を見てないって人はこちらの動画を見てほしいなと思うんですけども、まあジャニーズと言ったら低身長だったりとか、まあ身長低いっていうような印象があると思うんですけど、まあ20代、30代の日本人の平均身長が約171センチってところで、まあジャニーズって本当にそこまで低いのかっていうのも含めて、ちょっとグループごとの平均身長っていうのをまとめさせていただきました。で、今回は各グループごとの平均身長ってとこなんですけども、以前ですね、ジャニーズ全体を含めた、まあデビュー組全体を含めた同じ身長まとめってところで、例えば嵐の松潤とキスマイの宮田くんが同じ身長なんだよ、なんか意外だね、横並びになってるイメージがないよねって言ったような動画もお話させていただいてるので、ぜひこちらの動画もチェックしてほしいなって思います。では早速いきます。以前ですね、第10位の King&Prince までお話させていただいたんですけども、今回は第9位から発表させていただきます。で、第9位のグループがですね、2グループあるんですけども、まずそこについてまとめて発表させていただきたいなって思います。まず、第9位1組目、関ジャニ∞、平均身長約173センチです。関ジャニもやっぱヤスがちょっと164センチって低身長で、やっぱヤス自身も結構身長は気にしてるって話はあると思うんですけど、あとは村上くんが170センチ、まあほぼ平均身長ぐらいですね、日本人の。あとはもう丸からもみんな大きい。で、大倉くんに関しては180センチの、まあ高身長ですよね。もうほんと身長大きいって印象があると思うんですけど、まあそこで約173センチの平均身長なんで、まあほぼほんとヤスぐらいかなっていう感じですね、身長がちょっとちっちゃいのは。スバルくんがいた時が、多分スバルくんは多分167センチぐらいだと思うので、まあそんなに安だけちっちゃいって印象じゃなかったと思うんですけど、まあスバルくんとかりょうちゃんとかを抜けた後は安だけ一人だけちょっと抜けちゃって目立ってるって感じですかね。続いて第9位の2組目、トニセンです。平均身長173センチで関ジャニ∞と同じです。まあここはもうその V6 の時っていうと、まあ、三宅くんとか、森田くんとか、岡田くんもみんな多分身長ちっちゃかったと思うんですけど、まあお兄ちゃん組の3人はまあ大きかったってところで、まあ平均身長が173センチ。まあ特に坂本くんがちょっとだけ大きいんですけど、まあ長野くんと井ノ原くんも平均身長を超えてるってところがすごいバランスがいいなっていう感じですね。なんかちょっとデコボコ感もあんまないので。続いて、第7位。第7位は、キスマイフット2。平均身長 173.29。キスマイの場合も、まあ、さっきのヤスとかと一緒で、まあ、ミックンだけちっちゃいっていう印象があると思うんですけど、ただミックンの場合167センチなので、まあ、そんなにめちゃめちゃちっちゃいっていうような印象ではないと思うんですよ。で、まあ、センちゃんが171センチの日本人平均ぐらいで、もう2課からはみんな平均身長を超えてるって感じですね。で、前も動画で、違う動画で話したんですけど、キスマイのなんか一番大きいのは僕勝手に横尾さんだと思ったんですよ。けど、玉が一番大きいっていうのが、なんかかっけえなと思って、普通に。なんかセンターで一番身長高いんだっていう。なんかこの、本当に横尾さんが一番大きいと思ってたんで、なんか、ちょっといいギャップというか、裏切られたいいギャップって感じがしたんで、うわ、玉めっちゃかっこいいじゃんっていう。で、やっぱ178センチっていうか、このなんか、もちろん180センチ台に入るのもかっこいいですけど、170後半っていうのもなんか僕個人的にはかっこいいなと思ってるんで、男としてはちょっといいなと思いますね。続いて、第6位。第6位は、TOKIO。平均身長 173.67。まあ、TOKIO の場合も、まあ、国分くんがまあ、167と若干ちっちゃくはあると思うんですけど、まあ、リーダーも173センチ。で、あとはもう人数が少ないのに対して、まあ、松岡くんが181センチっていうかなりの高身長なので、まあ、そこでもう平均身長グググって上げてるなって印象ですね。やっぱ松岡くんはでかいっすよね。なんかどのアングルから見ても、どのテレビで見ても、大きいっていう印象ですね。続いて、第5位。第5位は、ニュース。平均身長 174.67cm です。で、ニュースの場合は、まあ、その、小山くんが 178cm とはもちろん大きいんですけど、特別その 180cm 台とかっていう、すごい高身長ってわけではないんですけど、
まあ、シゲも175センチと大きくて、で、マッスーも一番ちっちゃいマッスーが平均身長なので、まあ、そこがかなりバランスが良かったのかなって印象ですね。まあ、174センチってもうなんか全然普通にいい身長ぐらいじゃないですか。なんか前マッスーが確か手越くんがいなくなって自分が一番身長ちっちゃいメンバーだったからちょっと嫌だみたいなこと言ってましたけど、いやいやマッスー全然ちっちゃくないじゃんと思ったなんか印象がありますね。続いて第4位。第4位はセクシーゾーン、平均身長175センチです。まあ、ついに170後半にたどり着いたって感じなんですけど、まあ、でかいっすよね。もうまあ、そうちゃんがやっぱ167センチと若干ではありますけどちょっとちっちゃいなって感じなんですけど、まあ、もう勝利からもう平均身長で、ケンティ、フーマはもう単純に普通にでかいで、マリウスに関してはでかすぎるっていう感じなので、なんかいいですよね。勝利くんがセンターでドンっていう、まあ、真ん中ぐらいの身長でいて、まあ、横の2人がちょっと大きいけど端見るとめっちゃでかいマリウスがいるみたいな、なんかもうセクシーゾーンといったらその図式なので、その身長のバランスがやっぱ風磨がでかいのがかっこいいっすよね。まあ、ケンティもでかいけど、なんか上みたいな、ああいう風磨があでかいんだって思うのが、まあ、ちょっとこれ余談なんですけど、僕のちょっと知り合いに、あの、まあ、風磨と知り合いの人がいて、まあ、ちょっと詳しくあれなんですけど、やっぱ風磨顔めっちゃちっちゃいのに身長が大きいから超かっこいいらしくて、まあ、いいなとか思いながら、まあ、ちょっと聞いたんですけど、その人の話を。やっぱ風磨かっこいいっすよね。で、そうちゃんは多分まあもう20半ばぐらいだと思うので、まあ、身長これが伸びるってことはあんまないのかもしれないですけど、マリに関してはまあビビたるもんではあると思うんですけど、ちょっとずつぐらいは伸びる可能性は全然あるなと思うので、まあ、セクシーゾーンが第3位とかに行く日があるのかなっていうのが楽しみですね。続いて第3位。第3位はジャニーズ WEST、 平均身長 176.29 です。はい、でかすぎますね。もうでかいですね。やっぱこれはまず一番ちっちゃい神ちゃんがもうそもそも170センチっていうところがもうまずかなり強みというか、で、あとはまあ正直純太くんぐらいまではまあまあな身長な感じなんですけど、浜ちゃんからドンで、ツインタワーの小崎くんと、まあ、流星が180センチを超えてるってとこなので、やっぱウエストのこの全体図っていうか、この7人でいる姿を見たりするとやっぱでけえなっていう印象がありますよね。だからその不思議なのが神ちゃんがちっちゃく見えるっていう。でも例えばキンキキッズとか間とかに入っちゃうと神ちゃんが一番大きいわけですし、なんかやっぱのんちゃんと比べると14センチも差があるからこそ、ああまたそんな差があるんだって、やっぱ単純なのんちゃんがでかすぎるだけなんですけどね。続いて第2位。第2位はストーンズ、平均身長 176.67 センチ。もうストーンズはもうザ完璧バランスって感じですよね。日本人の平均身長171センチに対して、まず虚無ですらめっちゃでかいっていう174センチってまあいいっすよね。全然超かっこいい身長というか、で、あの声の3人もジュリ、コーチくん、慎太郎がもう175センチでも、ホックがちょっとだけ大きい、そのメンバーからで、まあジェシーがでかすぎるっていう感じなんで、もうストーンズはなんかやっぱ歌ってる瞬間とかパフォーマンスの時も、まあその逆の意味でジェシーだけポッと出ちゃってますけど、なんかジェシーは別にもうポッと出て目立っていい人だと思うので、なんかすごいやっぱ大きいからかっこいいなと思いますよね。結構ストは黒い衣装を着ることが多いと思うので、まあ、そこでやっぱよりシックっていうか、よりかっこよくスマートに見えるからこそ、やっぱストーンズでけえなって感じですね。続いてハイラル第1位の発表になります。第1位は皆さんご存知のスノーマンです。平均身長 177.33。 いや173じゃない、間違えた、177か、177ってめっちゃこの身長になりたいと思ってるんで、個人的に170後半が一番僕は個人的にはかっこいい身長だなって思ってるからこそ、いやでかすぎだろっていうのがあって、まあ、もちろんラウ筆頭に、まあラウもでかすぎるってのもあるんですけど、メメも大きい、ヒークも大きいで、アベちゃんがね、あんなブリブリアベちゃんみたいな可愛いアベちゃんが178センチもあるんだっていうのがめっちゃかっこいいっすよね。でもコージも大きいで、フッカ、ダテさん、ショッピーも平均身長より全然大きいので、まあ大きいで、さっくんだけほんと168センチと平均身長超えてないんですけど、でもまあもう3センチぐらいの差なので、まあちょっと高い靴履いたらもう全然わかんないかなっていうのと、まあ一番身長ちっちゃいさっくんが168センチってそこもすごい大きいなと思っていて、
まあ、例えばさっき発表したキスマイのみっくんとか松島聡くんセクシーゾーンのとかって比べたら大きいですし、大体多分2のぐらいなんですよね、168センチって。って考えたら全然ちっちゃくないじゃんっていう印象があるので、で、あとはもうラウが単純にやばすぎるっていう。まだ伸びてんのかな?ちょっと最新の情報が190センチを超えてるっていうのはなんか聞いたことがあったんですけど、まあそれが191センチとかどこまでいってるかちょっとわかんなかったんで、ちょっと今回190センチっていうところで記載させていただきました。まあ、2位のストーンズと比べてももうかなり差がありますし、まあもうしばらくっていうか、まあしばらくっていうかあるのかな、スノーマンを超えるグループって、その平均身長で言うと、まあ本当ないんじゃないかって思うので、まあもうスノーマンはずっとジャニーズの高身長グループっていう風に言われていくんだろうなって印象ですね。はい、今回ですね、ジャニーズの各グループの平均身長のランキングっていうところでお話させていただいたんですけども、ぜひ皆さんの方でもですね、まあ、そこ間違ってるって情報もそうですし、この人こんな身長大きかったんですねとか、まあ、グループ平均に比べるとこのグループの方が大きいんだなっていう、まあ、感想とかも含めてコメントで教えていただけたらなって思います。はい、自分はですね、こういったジャニーズのお話っていうのを自分の思いや主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録高評価で応援していただけたらなって思います。ちなみに僕の身長は 174.5 センチ。あとちょっとください、ラウ。またね。